モンロー・ソウルズベリーはアメリカ合衆国の俳優である。本名オレンジ、ソウルズベリー・キャッシュ。日本ではモンロー・サリスベリーとも表記された。1876年5月8日、ニューヨーク州エリーグにアンゴラに生まれる。1898年、劇団にデビューし、1903年にはアンヘール・ギメラの戯曲の舞台マルタ・オブ・ザ・ローランズに主演している。 1913年にジェシー・エル・ラスキーがオスカー・アッフェル、セシル・ビー・デミルと共に設立したジェシー・エル・ラスキー・フィーチャープレイ・カンパニーに参加。1914年に同社が制作した長編劇映画スコーマンにノンクレジットで出演し、同年2月15日に公開され、満36歳で映画界にデビューした。1915年には同社を離れる。 1917年、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーに移籍、入社第一作は、同社の子会社、ブルーバード映画制作、ルース・クリフォード主演、ルパート・ジュリアン監督の、谷の翔家であった。同年には同様のジュリアン監督と主演のクリフォードの、相手役として、旅の女、超根家に出演し、翌1918年から、森の朝、赤き、赤き心、 無言の罪、和紙、熱血の権威、悪魔バーチース、強者の威力、長者海賊、カバネの輝きに主演、これらは日本でも公開された。1921年、ユニバーサルを去り、モンローソウルズベリープロダクションズを設立、第一作、未開の人を制作、主演し、同作は、同年4月30日に公開された。同社は、制作を続けられず、作は、 ウェストコーストフィルムズが1922年に制作したジャック・ジャッカード監督による主演作、接中の結露で同作を最後に映画界から一旦退い添た。1929年、レスリー・ピアース監督のハー・ハズバンド、S ・ウィメンに客演してカムバック。翌1930年、レー・テーラー監督のザ・ジェード・ボックスを最後に本格的に映画界を引退した。 1935年8月6日、カリフォルニア州サンバーナーディーノで転落による頭蓋骨骨折のため死去した、万59歳没、アンジェラスイコールローズ墓地に眠る、すべて出演作である、上たる目、ありがとうございます。